イリーランド・イニーは、アメリカ合衆国の政治家、民主党所属の元カリフォルニア衆議会議員、チャイナタウンのマフィアらと共謀し銃器密売や強括贈賄を行ったとして2014年に逮捕された。中華民国大山市の生まれであり、3歳で、カリフォルニア州のサンフランシスコに移民してきた。カリフォルニア大学バークレー校などで、 自動心理学を学び哲学博士となり、自動精神科医として働きながら、2006年に衆議院として当選する。熱心な銃機制論者であり、2012年には、ケビン・デレオン議員と共に、AR-15 のような自動小銃に、マガジンを容易に脱着できないようにする、ブレッドボタンと呼ばれる部品の着用などを義務付ける、SB249 を制定した。 また、暴力的なゲームの規制論者でもあり、2005年に登場人物を殺害したり、性的暴力を加えたりする場面を含むゲームを18歳未満の未成年者に販売したり、貸し出したりする業者に1件あたり最大1000ドルの罰金を課すカリフォルニアアセンブリービルズ 1792&1793 を提出し可決された。その後ゲーム業界の訴えにより、 この法律は2011年に合衆国憲法修正第1条に違反すると判断された。2014年 E はフィリピンの武装勢力の関係者と人脈があることを生かし武装勢力が保有する全自動射撃可能な突撃銃や榴弾発射砲といった銃器を中国系マフィア向けに密輸するという計画を主導したという件で逮捕された。E は 選挙資金による多額の借金の返済に追い込まれ、中国系マフィアの構成員に接触し取引を行おうとしていた。これにより、E を含めた29人が逮捕され、逮捕された人物の中には、捜査官の潜入対象であった、中国系マフィア、ギーコントンのボス、レーモンド長も含まれていた。2016年、E には、武器密売と汚職事件により、 懲役5年の有罪判決が下り、妻の介護を理由に恩赦を求めるが却下された。フォートワース連邦刑務所に収容され、2020年に釈放された。ありがとうございます。